ね、で、今からだね、今日なぜこのチックタックをプレイするかというと、うん、一番の理由わかりますか、ケンショウさん。え？一番の理由？一番の理由、今日じゃなきゃならない理由。いや、やっぱそれは、はい、江口拓也の誕生日だから。その通り。お、あ、江口拓也なんですよ。江口拓也か。江口拓也の誕生日だから、やっぱチックタックしかないかなということで。いや、やっぱそうだよね。そうだと思ったんだよ。33歳の誕生日ね。うん、ハッピーバースデー、ね、おめでとうございます。おめでとうございます。江口さん、おめでとうございます。うん、おめでとうございます。見てるでしょう、きっとね。江口タックも。江口タック、うん、あ、江口タックなんか今通話つながってるみたいですよ。江口タック、もしもし。何？あ、江口タックやったよ。33歳の誕生日なんですって、うん、そうなんだよね。いや、おめでたいですね。いや、もう33だよ。ありがとうございます。あ、なんかちょっと今日は落ち着いた感じですね。やっぱ大人になったっていうことなのかな。まあそうだね。やっぱり33にもなると落ち着かなきゃいけないっていうのはあるよね。あ、そうですよね。あ、じゃあ、あの、良い1年を過ごしてくださいね。ありがとうございます。はい、じゃあさよなら。さよなら。はい、ねえ、もうちょっと、もうちょっと喋らせてよ、ねえ。もう。いや、もう結構なんで。ねえ。辛いなーっていう感じがちょっと伝わってきてるんで。はい、じゃあまた。うん、ありがとう。はーい。はーい。ねえ。ということでね、江口さんとも通話がつながったということで、早速じゃあ、開始していきたいと思います。そうだね。今日は江口拓也のための物語ってことで、そういうことですね。はいはいはい。じゃあやっていきますか。快感から届ける愛、最大級届ける愛、この胸を溶かすような。